できれば全てのギアを試してくれ。スタート前に問題がないか確かめておきたい。タイヤとブレーキを温めておくことも必要だ。ただしエンジンの温度は上げたくないから回しすぎるんじゃないぞ。天気はこのまま変わらないだろう。ドライが続くぞ。完璧な位置だ。レース開始で、うん、本番はここからだ。
DRS を使えるようになった。そのエネルギーを利用するべきだ。オーバーテイクボタンをもっと使え。前のマシンとの差は 1.7 秒。後方のチームメイトとのギャップは 5.1 秒。セーフティーカーが出た。オーバーテイクするな。ペースを落とし、デルタをプラスに保て。
少しペースを上げた方がいいな。前との距離を10台分以内にするんだ。車に追いつくんだ。どんどん離れているぞ。車間距離は10台分以内にしろ。差は1秒以下だ。彼らは新品のミディアムだ。6ラップ走ったタイヤだ。さっきのラップは 24.7 ラップあたり1秒縮めてる。いいぞ。セーフティーカーだ。このラップはセーフティーカーが入る。なるべくタイヤの温度を保て。だがタイミングラインまでオーバーテイクはなしだ。緑の旗が出るまで順位はそのままでいけ。前のマシンに離され始めてる。差が広がってきてるぞ。グリーンフラッグだ。
ションは失ったが、とにかく奴にプレッシャーをかけ続けて取り返せ。前にいるマシンとの差は 2.5 秒。使用可能になった。DRS を使えるぞ。後ろのマシンの方がラップタイムで1秒速い。
前との差は 3.4 秒。そうすればポジションを奪い返せる。後ろのマシンがわずかに詰めてきてる。プッシュだ。前のマシンとの差は 3.2 秒。
前のマシンとの差をわずかだが縮めた。この勢いをキープしろ。前のマシンとの差は 3.7 秒。前のマシンとの差から目を離すな。 4.6 秒。充電は十分だ。オーバーテイクボタンをもっと使おう。ポジションは下がったが、奴に食らいついて抜き返せ。
真にラップあたりコンマ数秒離された。気をつけろ。そろそろグリップが落ちてくる頃だ。前方のマシンを追う。 8.4 秒。
前のマシンとの差は 8.6 秒。8秒。前との差は 5.9 秒。
真のタイヤはこっちより状態がいい。気をつけないとな。もうすぐピットインだ。ソフトに変えるぞ。そろそろタイヤのグリップが落ちてくる。気をつけてくれ。前のマシンとの差は 8.4 秒。いくらかエネルギーを消費しよう。オーバーテイクを使え。プッシュしてこのラックに入れ。
後ろのマシンがラップあたり2秒詰めてる。2秒だ。前のマシンとの差は 2.3 秒。集中しろ。順位を上げるんだ。後ろのマシンのタイヤはこちらより新しい。差を詰められないように粘れ。後ろのマシンにラップあたり2秒追いつかれてる。
周回でピットインしろ。今のピットストップはなかなか良かったぞ。想定していた時間内だ。スピードを上げろ。タイヤを温めるんだ。タイヤに気をつけろよ。消耗させるな。エネルギーがたくさん余ってる。オーバーテイクボタンを使え。前のマシンとの差から目を離すな。 4.3 秒。
しい走りだ。
ると思ったらオーバーテイクボタンを使ってみるんだ。前方のマシンを追うんだ。 1.6 秒。最後まで持たせるんだぞ。
ブルーフラッグだ。充電は十分だ。オーバーテイクボタンをもっと使おう。前のマシンとの差は 1.5 秒。ラップ 2,3 秒のペースで後ろのマシンを引き離しているな。タイヤの消耗に問題はない。その調子で頼む。
よし、よくやったな。素晴らしいパスだ。燃料は4ラップ分くらいだ。グリーンフラッグだ。残る燃料は2ラップ分しかないぞ。ファイナルラップに突入した。ファイナルラップだ。前にいるマシンとの差は 6.2 秒。